24日、昨日、雪が、少ないですけど積もりましたので、雪踏みを、行いたいと思います、はい、農道を走っております。今朝あんまり冷え込みませんでしたね、ちょっと縛れは少し緩んだような気がします。もう少しで、畑に着きます。やっぱ真っ白なんでね、これ隣は牧草ですけど、向こう側が私の畑です。やっぱりこれは踏んでおかないとダメですね。GPS の設定です。まあ、ケンブリッジローラーでこれで大体6m30にしてます。開始ボタンを押してまず角度を決めます。補助のそれで我が家の畑の場合は150軒の畑でですね、113-90 で、セッティングしております。それで走りたい場所になるとここにこれをポチッと押して、これで、走れると思います。だいたいこの辺かなってこう警戒を見てこの辺かなと思ったらここでこのボタンですね、これをペッと押してやればこれでまっすぐ、あとこれだね、ピピッと言えば、はい、これあとで、あとは自動操作で、走ってくれます。はい、旋回します。自動旋回使ってません。セッティングの仕方忘れました。後で使ってみようかと思います。これでだいたいいい位置に来たらこのボタンピッと押してやればはいって感じで、はい、雪踏みじゃないやラインに入りました。よいしょ、もう埃たたんだけいいね。今まではもう砂嵐だったけどやっと十勝らしくなりました。なんか綺麗だね、朝日と。写真撮るかい。ちょっと時間が経ってもう10時近いんですけど、土
雪がちょっとまとわりついてきたような気がします。こんな感じで、まあ、少し溶けちゃってるんですね。やっぱ朝早い方がいいねこれね。まとわりついてます。一回踏んだとこを走るとこう泥団子になっちゃうね。溶けちゃってるんでしょうねこれ。はい、お帰りなさい。お疲れさんでした。降りてください。はい、お疲れ様でした。なんかカラスがビビってますよ。お疲れ。10時過ぎなんですけど、泥くっつくからローラーに、やめちゃいました。やっぱ朝方じゃないとこうスーッと綺麗にいかないね。次の人待ってるかもしれないけど、ちょっと明日の朝もう一回やってから、いや、今は、今回は今日は中止したいと思います。中断したいと思います。